父さんたちいるかな。こんにちは、俺です。トランクスです。トランクス家、ちょっと待ってくれ。いやー、久しぶりでねえか。急にどうしただ。ご無沙汰してます。母さんに用事を頼まれてお邪魔でしたか。オラたちなら特にやることもねえしな。なあ、夫。んだ、この辺りには人造人間も来ねえし、町の方に比べりゃまだマシな方だべ。そうでしたか。何か困ったことがないか心配だったんですが。オラたちなら大丈夫だよ。心配してくれてすまねえな。そっちこそどうだべ。ブルマさんは元気だか。はい、今も新しい開発を進めてて。ああそうだ、俺母さんに言われてこの近くにある原料を探しに来たんでした。これなんですが、どのあたりにあるかご存知ですか。オラは知んねえけんど、お父は知ってっか。確かにこの山で見つかる場所はあるだよ。しかしな、確かあそこは何か問題でもあるんですか。んだ、妙な機械がうろちょろしてて近づくと襲ってくるだよ。ありゃ多分レッドリボン軍が昔作ったロボットだべ。そういえば昔父さんを襲っていたメカがありましたね。放っておいたらまたこの辺りまで来て父さんたちを襲うかもしれん。おお、そうしてくれるとありがてえが。ダメだ。父、そんな危ねえとこに行かせて、もしものことがあったらどうするだ。おめえに怪我なんかさせちまったら、おらブルマさんになんて言ったらいいかわからねえ。父、大丈夫ですよ。俺必ず無事戻ってきます。ご飯さんにしっかり鍛えられましたから。それに無理はしません。心配しないでください。用事を済ませたらすぐに帰ってきます。まったく、そんなまっすぐな瞳で。けんど絶対に無理はするでねえぞ。いいんだ、危ない。ご飯が鍛えただけのことはあるだな。なんとなく言葉の端々がご飯に似。原料を集める前にレッドリボン軍のロボットを壊してしまおう。父さん元気そうだったけど、やっぱりまだ辛いんだろうな。父さんを早く安心させるためにもすぐに用事を済ませないと。レッドリボン軍が残したものには本当にろくなものがないな。あれは強いかもしれない。この辺りだな。父さんたちを困らせてるのはこいつらだな。人造人間と比べたらどうってことはなさそうだ。すぐに片付けてやる。あれはこんなロボットなんかに手間取ってる暇はないぞ。きます。逃げた。きます。きます。よし、次はドイツだ。さっさと終わらせてやる。やれ、魔界攻撃。これで全部だな。よし、邪魔なやつはいなくなったし、この辺りを探せばあるはずだ。
あと少しでタイムマシンが完成するのか。過去に行かなくても今の俺ならきっと人造人間に勝てるはずだ。チェッチョン。強いかもしれない。強いかもしれない。あれは強いかもしれない。あれは強いかもしれない。強いかもしれない。あれは強いかもしれない。頼まれたのはこれだな。よし、一度父さんのところに寄ってから帰ろう。あれは強いかもしれない。父さんたちに挨拶するか。
父さん、牛魔王さん、おかげで原料を見つけられました。レッドリボン軍のロボットも破壊しておきましたよ。無事に帰ってくれてよかっただ。本当によかっただよ。んだ、さすがトランクスだべ。もうすっかり一人前の戦士って感じだ。俺、ゴハンさんにしっかり鍛えられて強くなれました。今俺がここにいるのはゴハンさんのおかげですから。そうか、そう言ってくれるならきっとゴハンも喜んでるはずだべ。ほら、悟空さやゴハンがいなくて寂しいが、夫がいてくれる。おめえもブルマさんを心配させねえようにしてけれ。はい、ありがとうございます。そういや、さっきおめえが言いかけてたけんど、ブルマさん相変わらず何か開発してるみてえだな。ええ、母さんなんですけど、実は今タイムマシンを開発してて、今日はその原料を取りに。タイムマシン、はい、そったらもんまで作れるだが、さすがブルマさんだべ。俺、それが完成したら過去に行って悟空さんが死なないように薬を渡してくるように言われてます。それで悟空さんが生き延びたら人造人間を倒すための手がかりになるはずだって。そうしたら悟空さんもご飯も生き返るのけ。 いえ、こちらの世界の過去が変わるわけではないみたいです。俺もそれは残念ですけど。そうだか、すみません、期待させるようなことを言ってしまって。いや、いいだ。でもできれば悟空さんを助けてやってけれ。そうしたらそっちの世界のオラは悲しまねえで済むだよ。少し羨ましいけんどな。んだ、父の言う通りだべ。父さん、九魔王さん、わかりました。ああ、オラたちのことは心配いらねえから、自分やブルマさんのことを大事にしてけれ。ケリ、気をつ…またいつでも来るといいだよ。はい、ありがとうございます。用事も済んだし、家に帰ろう。街を破壊してくれたものだ。いつかこの家も元通りにしたいな。父さんたちは心配いらないって言ってたけど、やっぱり少し寂しそうだったな。母さん、ただいま。頼まれたものはこれでいい？そうそう、これで完成に目処が立ったわ。それで父さんたちは元気だった？はい、でもやっぱりゴハンさんがいなくて、時間を見つけてできるだけ顔を出しに行った方がいいですね。うん、そうしてあげたら喜ぶと思うわ。タイムマシンで本当に過去を変えられて、ゴハンさんやみんなが生きている世界になればいいんだけど、せめて今すぐにでも俺が人造人間を倒して平和な生活。それができれば苦労はしないけど、今の私たちの力だけじゃどうにもだから、過去の孫君を助ければ何かが変わる。その変わる何かが手がかりになると思うの。それに
人造人間にやられっぱなしじゃ尺じゃない？別の世界だとしても、人造人間のいない平和な未来があってもいいと思う。だからお願いね、トランクス。はい。あなたが手伝ってくれたおかげで、ようやくタイムマシンが完成したわ。え？往復分のエネルギーももうすぐチャージできそうよ。これで20年くらい昔まで大丈夫だわ。チャージに8ヶ月もかかってたんじゃテストもできないわね。ちゃんと行って帰ってこられると思うんだけど、研究所さえ壊されてなかったらもっと完璧なものが作れたはずなんだけどね。母さん、俺、今の実力なら人造人間を倒せると思う。あんた、まだそんなことを。はっきり言って、今度は俺、自信があるんだ。番組の途中ですが、人造人間情報をお伝えします。現在襲われているのは、西の都の周辺にある。すぐ近くだ。ちょっとトランクス、あんたまさか。俺行ってくる。これ以上奴らを放っておけない。ちょっとトランクス、待ちなさい。あれから修行してゴハンさんより強くなったはずだ。殺されたみんなの敵を今日こそ撃ってやる。待っていろよ、人造人間。今度こそ奴らの最後だ。過去に行ってもこの世界が変わらないんじゃ意味がない。人造人間さえ倒せば過去に行かなくてもいいはずだ。あれは強いかもしれない。見つけたぞ、人造人間め。どの町もひどい有様だ。ねえ17号、もう人間もいないみたいだし帰ろうか。そうだな。人造人間、今日こそは許さないぞ。ゴハンさんの仇俺が取る。ガキが懲りないやつだな。お前のしつこさ気に入らないんだよ。死んで3年、俺はお前たちを倒すために腕を磨いてきた。これ以上お前たちの好きにはさせない。お前がどれだけ腕を磨こうが俺たちには、私たちに勝つなんてそんな思いつないだよ。てっ、ちょっとバーカ、今日はパワーが上がったようだな。もうやるな。逃げた。どうした、俺たちを倒すんだろう。甘いってやるな。行きます、こいつ。大きくなったのは図体だけか。私たちを倒すにはパワーが全然足りないよ。こいつ、来ます、やるな。チェッハー、パチッ、来ます、ハッチッ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 、
切ったぞ、こいつ。クロスやるな。こいつクロスやるな。こいつヘッダークロス、こいつこいつから逃げ出そうだ。ついてこられるか。受けてみな。
にやったぞ。確かに以前よりは数倍パワーは上がっている。だけど攻撃が直線的だよ。そんなの疲れるだけだと思うけど。そんなどこだ、どこにいる。なぜだ、何のために人間を襲う。ドクターゲロは世界征服のために俺たちを作ったようだが、そんなことは関係ない。人間を見ると腹が立つんだ。私たちは人間が嫌いなんだよ。そんなことのために許せない、許さない。俺が甘かった。俺だけの力じゃ足りなかった。人造人間との差ははるかに大きい。ご飯さんの死から俺は何も学べていない。やはりタイムマシンで過去に行かなければ。瀕死のトランクスは奇跡的に命を取り留め、5日後ようやく目覚めることができた。自分の力不足を痛感したトランクスはブルマの助言に従い、タイムマシンで過去に行くことを決意した。よし、心臓病の特効薬間違いなくソン君に手渡してあげてね。あまり無理しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけてください。じゃあ頼んだわよ。それじゃ行ってきます。こうして過去に向かったトランクスは地球を襲撃に来たフリーザたちを撃退し、若かりし頃の父ベジータや母ブルマらと出会う。その後地球に帰還した悟空に心臓病の特効薬を渡し、3年後に起きる人造人間襲来を警告するという目的を無事に果たした。トランクスは別の世界の未来に変化が起きることを期待しつつ、母の待つ現代へと帰還した。ただいま母さん。おかえりトランクス。タイムマシンはちゃんと動いた？はい、無事に過去の悟空さんに薬を渡せました。よかったわ。まともにテストもできなかったからタイムマシンが故障しないか心配だったのよ。まあ私の作ったものだから大丈夫だとは思ってたけどね。それでその他のみんなにも会えたの？はい、若い頃の母さんやご飯さん、それにクリリンさんたち、もちろん父さんにも。若い頃の私にも？どうだった？美人だったでしょ？ああ、もちろん今も美人だけどね。うん、すぐに俺を信用してくれました。血のつながりみたいな何か感じてくれたのかもしれない。そうね、多分そうじゃないかしら。私のことだし、あまり何も考えてないかも。ベジータにも会えたのよね。どうだった？結構嫌なやつだったんじゃない？そうだな、嫌なやつとまでは思わなかったけど、気難しくてプライドも高そうな雰囲気だったな。まあそうね。
それに近寄りがたい感じだったからあまり話せなかったよ。俺の正体を明かすわけにもいかないし、ただ会えたことはやっぱり嬉しかった。そっか。でもまあ、あまり話さなくてよかったんじゃない？話しかけたらもっと不機嫌になってたかもよ。やっぱり気難しい人だったんだね。まあね。でもただの冷たいだけの人ってわけでもないんだけど。そうなんだ。もっと話ができればわかるのかな。とにかく次は向こうの世界に人造人間が現れた時間に行ってみんなを応援しないと。悟空さんたちが人造人間とどう戦うのか、せめて弱点なんかがわかればいいけど。それじゃあ早速タイムマシンのメンテナンスをして、また往復分のエネルギーをチャージしなきゃね。もう少し先になると思うけど、あんたは次に過去に行く準備をしておいてね。ああ、そうするよ。エネルギーのチャージには時間がかかるし、俺も次の戦いに向けて鍛え直さないとな。